マンタイレーシングはドイツのレーシングチーム。主な実績として2006年から2009年までニュルブルクリンク24時間レースを4連覇し、2011年にも優勝して通算5度の優勝を果たしていることが挙げられる。マンタイモーターズによるポルシェ GT3 のチューニングと修復1996年、オラフマンタイはポルシェのレースカーを専門にチューンして、 レース参戦するマンタイレーシング有限会社をラインラントプファルツ州ラインブライトバフ派の地で起業した。1997年以降マンタイレーシングはロードカーを個々の顧客の要望に合わせたチューンドカーのチューニングと修復を行っている。やがて事業が成長するに従ってチームも広い用地が必要となりニュルブルクリンクの北コースにほど近い工業地域のモイシュパトに 本拠地を移した。2012年12月、オラフ・マンタイ、ニコラスとマーティンのレーダー兄弟は2013年1月に、マンタイ・レーシングとレーダー・オートモーティブが合併し、マンタイ・レーシングが存続会社になる旨を発表した。2013年末以降、マンタイ・レーシング有限会社は、マンタイ・レーシング、マンタイ・モーターズ、マンタイ・ TZN、 レーダーモータースポーツの4つの部門で構成されている。2013年12月17日、ポルシェとマンタイレーシングは、ポルシェがマンタイレーシングの株式の過半数となる51%の株式を取得したことを発表した。マンタイレーシングは、1996年の設立後に、早速、ポルシェカレラカップの国際シリーズである、ポルシェスーパーカップに参戦して、 モータースポーツ活動を開始した。1990年代後半のポルシェスーパーカップにおけるマンタイレーシングの活躍はドライバーズとチームのダブルタイトルを獲得するなど大変輝かしいものであった。1999年マンタイレーシングとアメリカのレーシングチームであるチャンピオンレーシングは新しい水冷エンジンで開発された。 ポルシェのレースカーであるポルシェ 911GT3R を使用して初めてルマン24時間レースの GT クラスに参戦するプライベートチームに選ばれた GT3R と共に出走する2台のポルシェ 911RSR がエントリーした GT クラスは今回のルマン24時間レースに出走する45台の中で最も下のカテゴリーに相当するものである マンタイレーシングで出場するドライバーは、ウーベ・アルチェン、パトリック・ヒュースマン、ルカリッチ・テリの3名で、総合順位13位で、クラス優勝を果たした。一方、チャンピオンレーシングは、ディルク・ミューラー、ボブ・オーレク、ベルント・マイ・レンダーの3名で、総合順位19位で、クラス2位に入っている。2006年、マンタイレーシングは、新型の2台のポルシェ 911GT3、 RSR でスパフラン・コルシャン24時間レースに参戦した。G2 クラスで参戦し、クラス内順位で1位2位の順位を占めた。先着したルーカス・ルーア、サッシャ・マーセン、マルセル・ティーマンの3名らは、総合順位14位、ティモ・ベルンハルト、マルク・リープ、ペドロ・ラミーの3名らは、総合順位15位に入っている。 2002年 DTM ザクセンリンクラウンドでメルセデス CLK を狩るベルントマイレンダー2001年 DTM に2台の新しいメルセデスベンツ CLK で参戦したパトリック・ハイスマンとベルントマイレンダーがレギュラードライバーでマイレンダーが欠場したレースについてはマルセル・ティーマンが代替ドライバーとして出場する体制であった最終ラウンドのホッケンハイムで ハイスマンとマイレンダーが第一ステージと第二ステージをそれぞれ優勝し、DTM での初優勝を挙げた。参戦1年目はチームランキング3位の成績であった。2002年シーズン、新型のメルセデス CLK の車両は、ファチームが独占的に供給され、マンタイレーシングは古い作シーズンモデルで戦わなければならなかった。 新開発のメルセデス CLK が使用できない以上、もはや非メルセデスメーカーのレースカーである、アウディ TT とオペルアストラクーペにも立ち打ちできず、1ポイントも勝ち点を獲得できないという絶望的な状況となった。そのためわずか2シーズンでチームは DTM を撤退しなければならなかった。2007年のニュルブルクリンク24時間レースで走る。 マンタイレーシングのポルシェ 911GT3 RSR2012 年の VLN で、ニュルブルクリンクの北コースを走行するノルトシュライフェ、デザインのポルシェ 911GT3R マンタイレーシングは、ニュルブルクリンク24時間レースと VLN に、ポルシェのレースカーによるレース活動を集中させることになった。ポルシェ 911GT3 RS をベースに、 マンタイレーシングが開発したポルシェ 911GT3MR をルーカス・ルーア、ティモ、ベルンハルト、マイク・ロッケンフェラー、マルセル・ティーマンらのドライブで2006年にニュルブルク・リンク24時間レースを初制覇した。その後、2009年まで前人未踏のニュルブルク・リンク24時間レース4連覇を果たし、2011年にも優勝した。 ポルシェア,アワート、メイハイツビタイリングニャンマンシー、レーシング GMBH、プレスアメルドンフォーム17、デトセンバー2013、池ノ内、緑、満体、株式の51%をポルシェに売却。AUTOSPORT.com。2016年1月20日閲覧。ありがとうございます。